なんか YouTube とか、僕は格闘家なんですけど、よくこの動画で武術をやってる人が格闘家に負けてしまう動画とかが結構あるじゃないですか。で、僕は格闘家なんですけど、武術にすごく魅力を感じてるんですよ。だからやっぱその格闘技はやっぱ体を鍛えるもの、けど武術はその精神性だけじゃなくて本当に強いものっていうのをこの見てる人たちに知ってもらえなくて、だからその僕やられたいんですよ。やってもらったら。どうしよう。待ってこっちです。お、こう、三、一。さっきの技は、例えば押しながら、こう。そうか、はい。あれ、今どうやったんですか。早く。この地層からこう入れて、こう入れて、こっちに入れて、こっちに入れて、その後はこう入れて、先みたいで、1、2、で、こう。一瞬間のあれみたいな。あれの。なるほど。しません。ここは、人間から来た。刻んで。はいはい。まずは、きれいするために自分の姿勢とか。はい。例えば今、タンサーオという技、これタンサーオ、タンダーという技ね。このタンサーオは、こんなで、中心で、水月との実践です、はい、でこっちは一拳で、なるほど、そうこのタンサーはシリンターを肩の中にシリンターを最初のシリンターの中に技があります、うん、でそのシリンターはやるときに最初はこんなで出します、こんな感じでゆっくり、うん、であと肩つきます、でそのタンサーは、はい、例えばこっちにやると必ずこんな感じしないといけない、うん、で例えば、はい、間違ったらこんなんなったら良くない。あ、なるほど。私ちゃんとこっち動けないから、私ちゃんと動かないと、はい、ね、ちゃんとあの体姿勢きれいにしないとこんな変な段差になりますから、これ良くない。だからそれで、1、2、3、4とか、さっきと一緒。はい、で5、さっきと一緒。本当だ。6、7、反対側。であと締める。で学ぶときにこんなゆっくりで一番いい、初心者、はい、初心者だから、まあ反対側も、はい、本当にゆっくりでゆっくりします、うん、だからその強く叩く必要がありません、でこんな感じで初心者だで学ぶ、であとはだんだんレベルが上がるともうちょっとスピードやってくれたり、ね、もうちょっとまあ、鍛えたい場合はもう鍛える同じ技で鍛えるし、例えばこんな状態で、バッ
豆の部分は湯切りしたら、パクチーいきますね。そしてで、よくベルして、おお、で、よくベルして、で、切ります。あれやとすると、ヘロテが。ということで、もうだんだんレベルが上がると、じゃスピードで大変に。で、これはこの今見せて、この、これは木人の方なんですか、それともこの通常の方なんですか、遠春拳の方をこの木人で稽古する。そうです。この木人は遠春拳の方の練習。そう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 、遠春拳の方っていうのは何種類もあるんですか。空間で道具なしは3つ。ああ、そうなんだ。しかありません。で、ここは1つ。あ、木人に対しての方は1つ。1つ。けど私は、私の道具じゃない、3つやってます。あ、なるほど。一見、シーフェイクチューンの方と、はい、とそのシーフェイクチューンの元にちょっと変更しました。もっと忘れたければ。例えばね、これ最初の部分は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。これ最初の部分で私どうやってこれを1、2、3、4、これ加えた。パンパンパン。5、6、7、8、9、10。ちょっと忘れたり。その方のことで少し忘れたり、蹴りもっとつきとか感じで、そうできます。もう一つの次に教えるのはフォーシャンの方の。フォーシャン。はい。で、春拳はフォーシャンから聞きます。この中国の、南の、はい、フォーシャンの地方ですね。はい。そこから中国の流れは香港、で、春拳の流れは香港に。そう。で、それで、フォーシャンの春拳はいろんな技があって、まあ、それも、聞きましたね、そういう噂で。で、グランマステリー、グランマステリー熊は、香港に行った時に、ちょっと技、ちょっとカットしたとか、ちょっとシンプルになりました。あ、そうなんだ。本当の瞬間に。本当の瞬間、フォーシャンから結構、いっぱい技、もっと技がありますね、中に。だから、もうちょっとシンプルでやってて、そこに今人気なエイションテンコ。はいはいはい。そういうメリットがあります。先生、すごいミーハーな質問なんですけど、ブルース・リーの師匠はイップマンなんですか。はい、ブルース・リーはイップマンに遠春拳を少し習って、そこからジークンドを作ったんですか。そうですね。最初のブルース・リーは最初の武術は、言われてます。まあ、多くのやってたと思うんですよ、その前に。でも最初の武術は英春拳と認められてますね。英春拳はそれグランマーステリー・イップマンから学んで、でも18歳の時にぐらいアメリカ行っちゃった。はいはいはい、はい、だからそんないっぱい長い練習ってないよ。でも短いね、まあ、そのちょっと、その長いんじゃない。でも短くて一生懸命頑張りました、その時。すごいなんかいい生徒みたいでしたから、その長年じゃなくても、もう結構取ったね、わざわざ、一瞬から。で、あと、アメリカ行ってから、他の武術あったり、空手でも、はい、いろんな武術あって、他の先生方、メーカーの方もいましたけど、でその子からいっぱいわざ取って、で、自分のジットクンドーを作った。はいはい、で、まあ、でもジットクンドーの中に、ほとんどは、まあ、結構英春拳の技結構ありますね。あ、そうなんですね。なんかこの英春拳の動きとジークンドーの動きを見たら、なんかジークンドーの動きの中に結構回し蹴りとか、そうですね、ハイキックとか、そうですね。これは英春拳にはない技術。英春拳はほとんどは下段蹴りです。ほとんど。あ、やっぱそうなんだ。でもこれは沖縄からてるんですよ。ほとんど。そうなんですか。ウェッジ力、ゴージ力は全部下段蹴りです。だから練習は大学して。はいはいはい。
練習は頑張ってでやってるけど、本当のファイトするときに、本当の組み手するときに現代一番いいんですよ。やりやすいし、効果があるし、る見にくいだし、はいはい、でそれは愛春拳と沖縄からで共通の点ですよ、そんな感じで、うん、だから先生からこの現代格闘技、はい、総合格闘技とか UFC とか、はい、こうグローブつけてやるじゃないですか。そうです、私これあんたです。で先生が見たまあアマチュアっていうかこ う, そ う, で, すこうですよね。あれはだからスポーツ空手もそうでした。イタリア、ヨーロッパでみんなグローブ使ったり、はい、こっちで全部してで実際に全然鍛えない、ね、ただ加工だけいってます、ね、はい、でもちろんきついみんな上手それもけど、でもなぜは私はあんまり好きじゃないのはなぜ顔をいかないといけない。本当鍛えたのはこっち顔は本当に護身術で強がれば本当の相当に護身術として生まれた武術ですよ。で本当の術でしたら こっち鍛えて、はい、あとただ少し上げて顔をみんな行きますでしょ、うん、だからこっちまず鍛えて全部で鍛えればいいんじゃないとか、うん、全部最近総合格闘技の世界でも、はい、この相手のこのすねを蹴った人が足折れたりとか、そうそう、だから結局このやっぱ武道的なこの体の鍛錬ができてないっていうふうに言われてますね。どうでしたか？最高でした。いや、見てください。先生手加減してくれたけどもう腫れてますね。腫れてますね。でも多分全身オールになりますね。うわ、どのぐらいやったんですか？時間は2時間2時間はい、その2時間の中でちょっといろんな指導していただいて、はいはい、まあ、正直実践も30分ぐらいやりました。30分ぐらいやって、はい、もう映像で流せるのは本当に一部なんですけど、はい、僕はやっぱ現代格闘家として真剣にやったんですけど、やっぱこの武術の凄さっていうのはもうこの顔とこのもう腕今から腫れると思うんですけど、そこを見ていただいたら分かると思いますね。はい、まあ、今日一日でその持っていかれるような技術ではないんですけど、まあ、定期的にこちらにも通ってその自分の武をちょっと目指していこうと思っています。はい、いやー、やっぱしこう宮平先生だったり、はい、まあ今日言ったアランジョ先生の方もそうなんですけど、はい、でもこの中心軸を隠す、はい、自分の一番弱い中心軸を隠しながら相手の一番弱い箇所を側面を狙うっていうのが、うん、まあ、急所だったり本当に勉強になりましたね。もう僕個人的にはもう黒帯ワールドにぜひ出てほしい、本当にすごい先生だと思いますね。はい、また。